7回あたりできて、私も回しました10回。そういっぱい出たけどね、なんかでもね、もともと持ってるデッキの方が強かったからね、そっちでやってます。で10回回して、え、これ今限定で強いやつめっちゃええやんって思って、あの10ガチャ、普通のガチャもね回したけど、なんか全然出なくて、自分のカードがあーって、あの8のだけのやつの時回しときゃよかったよって後悔しました。ポン、そう私はね、もうあと今日27だからあと3日でこのドボンの戦いも終わります。私はね、そうずっとねたくさんやってきて、今年もう今年ってか7月の1日からなんかもう覚悟を決めて、今月はもう全部ドボン、自分の時間全部ドボンに使おうって思ってやってて、でもねこうやってみんながいっぱい頑張ってくれて、そうなんかすごくありがたいなってずっと思ってます。そうでもね、私もちょっと夏はちょっといろいろあって、もう8月全くない、そう8月本当忙しくて、そう7月もまあ忙しかったんですけど、8月は本当舞台あってコンサートあって、だからそうやばいくて、まずで私も明日からもう稽古と8の日のもうリハとか多分あるから、通しリハもあるから自分で振りを覚えなきゃいけないし、あと30日ドボンのイベントの最後の日はロケが入ってて、朝から昼過ぎまでちょうどドボンの最後の時間2時までなんですけど、30日の2時まで、でそのロケが本当朝から昼過ぎまででちょうど被ってて、そうだからもうなんか私はその時ドボンできるか分かんないんですよ。そうで明後日もゴールデンタイム多分できなくて、だから本当あと3日そんなことなら抜かされるぞ、だからこそ今本当に頑張んないとなって思います。そうだから皆さんもよろしくお願いします。ちょっと今時間合わせの携帯が充電中なので、ちょっと手当たり次第やっていきますね。うん。今まで頑張ってきた貯蓄もあるから無理なく、でもすごいまあみんなね頑張る、あと3日だから頑張っ、すごい追い上げてくると思うので、私も。そうゴールデンベッドタイムとかだったら他のメンバーの方が結構稼いでたりするから、そうまあゴールデンベッドタイムも頑張るけど、それ以外の時間でできる時はやっていきたいなと思います。やっていきたいなというか絶対にやります。うん、早く時間合わせの時計充電、まだ気が抜けない。そうです、ここまで来たら1位取りたいっていうか、もう私は7月の1日の時点で1位目指すってツイッターで言ってたから、絶対に1位にねなると思なるってかしなりたいと思って頑張ってきたから、1位になれたらいいなと思います。
お、めちゃどう、お、私のファンだ。お、充電。リンゴマークが見えたぞ。ドボンされてんの、ずっと。でも私のファンにドボンされた。この期間でおだえるパラダイスめっちゃ増えた。それな。お、私のカード。でもね、9時はゴールデンベッドタイムだから9時までには配信終わりたいと思います。お、じゃあ JST 見るぜ。ワイラの JST。 わ、またドボンされた、された方です。ワイラの JST 見るで。やばい、9時まであと17分。じゃあ43分45秒。エリちゃんもうドボンのプロだな。だって、え、まだまだですよ。今月人生で一番 JST 見てると思う。確かに私もアクセス数すごそう。ブックマークしてる。だって、フォローしました、ありがとう。私もあのね、電車の中とかでいつもやってんだけど、 JST をネットで開きながら43、44、45ってもうドボン、もうシュッシュッってやってすぐドボンに行こう。そうやっていつも時間合わせしてます。めっちゃ同じことしててくさ。だってそれはプロ。私もそれする。だって達人やん、さすがすぎる。だって薄メイクでも綺麗。眉毛と、もういつも通り眉毛と口しかやってない。そう、最近は移動中にドボンすることが多い。次46分25秒です。ドボンに夢中になって降りる駅過ぎたことない。だって、え、めっちゃある。乗る電車間違える。46分25秒。電車を気をつけて。そう、でも、え、ってこの電車合ってるかなってさ、調べたくてもドボンしてるから調べられないじゃん。だからね、やばいんですよ、ドボンというものは。あれって、なんかこれ違うなって思ってもドボン中調べられない。ユリナだけって名前の人、ユリナ推しすが私の応援ありがとう。
昨日クーラーつけて寝ちゃって、私としたことが、朝喉痛かった、ミスった。皆さんね、私とね戦うときは忖度しなくていいですからね。お、上がれる。次48分25秒。忖度ね、あー、えりちゃん負けるって思っても私次の試合で勝つから、全然お気になさらず、全然上がっちゃってください。次は48分25秒です。躊躇なくドボンしちゃっても OK、 OK。 そいや、お、イエーイ、ODA を TGC に、だってありがとう。そう、回転率が大事ですね。サクサク、サクサクソイヤで。お、ペンライト。ペンライトソイヤ。ちゃんがどんだけ GBT 回せるかが重要だって、まあ、それもあるけど、 GBT だったらさ、 GBT だけじゃないんですよね、私の伸びは。 GBT 以外が重要、結構 GBT ももちろん重要だけど、私の場合は GBT 以外にたくさんすることが重要かなって、結構数週間ぐらい前から自分の中の分析でそう思ってます。じゃあ次は50分25秒。私のね、私の中では、皆さんは違う、私の中はね、うん、だから GBT だったら、そう、他のメンバーの方がねめっちゃ伸びてるから、その伸びられた分、私は違うところでいっぱいやって、その伸び、他の伸びを取り返すっていう作業をいつも考えてやってる。次は50分25秒。ちょっとあと3日なのでね、ちょっと頑張りたいと思います。でもね、ゴールデンベッドタイムもサクサクと、皆さんたくさんできたらお願いします。頑張りすぎてるけど、そんな入れたいだって、私別に頑張りすぎてるとは思わない、なんか普通、なんか普通に楽しいんだけど、いや頑張りすぎてないですよ、ゲーム楽しんでる普通に。602日おめでとう、ありがとう、イエー。お、次は52分25秒。次は52分25秒です。なんか時間合わせしたら、私のファンの人が同じ時間に押して同じゲームしてるって思うとおもろい。
イコールエンジョイ。Go. A ちゃんの連打推しが最近映ったよ。だって連打しちゃうんです、もう癖なんですよ。でもさ、何もないよりか連打してた方が嬉しくないですか。スタンプわーって、お代理今興奮しているんだ、エキサイティングって、やっぱ連打してる方がさわーって思うかな。でもそしたら連打してないとき逆につまんないのかなって思われそう。でもそんなことないですよ、うん、あー次53分45秒です。次は53分45秒。当たらないけどお代理のポイントのために頑張る。だって当たりますよ。ウェイウェイウォー。41。そいや。トゥ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 。お代理ハートなくなった。だって広告見ればハートもらえますよ。何の歌ですか。だってこれはなんかフラゲ的な曲。ハートは変えます。そう、ハート変えますね。歌詞はあるの。だって歌詞はない。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥル。お、そいや上がる。次55分25秒です。ハートは課金をすれば無料でもらえる。そう、ハートは課金をすれば無料でもらえる。無料と聞いて安心しました。そう、噂です。課金すれば無料でもらえるって噂。あ、出た。遅延さん。これどういう意図なんだろう。私本当に毎回この方いつも。おい、見てるか配信。元気か、大丈夫か。 Wi-Fi あるよ。 Wi-Fi のとこにいます。 Wi-Fi って知ってるか、教えてあげようか。いい Wi-Fi、 妹の Wi-Fi って言うんだが、大丈夫か。どこにいるんだ。どこでドボンやってるんだ。心配なんだが。普通に、お、ドボン、ごめん、ドボンさせていただいた、申し訳ねえな。次57分25秒です。次57分25秒。端末が古いとめっちゃ遅くなる。なるほどね。
見てるから、うん、うんね、心配だわ逆に。もう6回ぐらい会ってるけど、ネット環境悪くてドボンできません。あーなるほど、ネット環境悪い、まあ、そういう場合もあるよね。 Wi-Fi Mac とか行ったら、あのコンビニとか Mac とかスタバとか Wi-Fi ね無料でつなげられるよ。バーストさせられたはい、まあということでね、まあもうすぐ9時ということでね、じゃあゴールデンベッドタイムになるので、もう真剣勝負で行かせていただくので、あの配信は終わりたいと思います。皆さんどうかね、あと3日間よろしくお願いします。では、じゃあこの後ドボンで会いましょう。次は、あ、じゃあ最後におランキング読みます。いきます。13位台湾夜嵐今日も好き、12位筋肉愛好家、11位日野斗、10位ファデル、9位長健、8位グアポアット群マニア、7位ソニーアットおだし、6位マーアットおだし、5位ボマ、4位ポンタアット空が好き、3位聖火、2位ひとくまさとる、そして1位はミヤちゃん、ありがとうございます。では残り3日間よろしくお願いします。ではバイバーイ。